急にどうした？俺よりお姉さんの方が暖かいね。心地いいくらいだ。ちょっと、まだ動かないでよ。今度は俺の番なんだから。お願い。もう少しだけでいいから。このままでいさせて。うん。すごく。何をそんなに慌ててるのさ。さっきお姉さんから俺に近づいた時は、全然平気そうにしてたじゃん。うん。わかってる。心配してくれてたんでしょ？ごめんね。さっき言ったことは真実じゃないんだ。小さい頃さ、俺はガキのいたずらで似たようなところに閉じ込められたことがあるんだ。暗くて湿っぽくてすごく居心地の悪い場所だった。だから言うなればトラウマみたいなもんだね。別に大したことでもないから情けなくて言えなかったってわけ。気づいてたのか。これは降参だね。でも嘘でもないよ。俺にとってそのことは本当にもう大したことじゃなくなったからね。確かに例の記憶は最悪だったけど、おかげでこんな特別な思い出ができたんだから、すごく得した気分さ。だからさ、俺のそばにいてくれて、本当にありがとね、お姉さん。いや、そろそろ向かわなきゃな。けど、その前に。お姉さん、肩に力が入ってるよ。気をつけちゃダメじゃん。ほら、目を閉じて。それなら、もう一回。声、出てる。そんな声出されると、そろそろ限界なんだけど。こっち、向く気になった。いいな。お姉さん、それはちょっとひどくない？俺そこまでひどい顔はしてないと思うんだけど。ごめん。なんか想像してたのと違ったみたい。ちゃんと練習しとくから、また二人きりになったら聞いてよね。恥ずかしい？今更何言ってるんだ。あんたすぐ顔赤くなるよな。そうやって恥ずかしがってる姿、好きだ。でも、いい加減なれないのか？まあ、毎回初々しいのも悪くないけど。俺？あんたが思ってるほど、余裕ないよ。今すぐあんたにキスしたいし、押し倒してやりたいと思ってる。聞いたこと後悔した？また、顔赤くなってるぞ。ほら、顔こっちに向けて。向けないなら、ここに。もう感じてるのか。まだ耳だけだぞ。あんたの恥ずかしそうな顔、もっと見たいんだけど。当然だ。早く、あんたで満たされたい。
早速。押し倒されたんだから、これから何されるかは察しろ。いや、じゃないんだろ。ならいい。って、どけて。それともあんた、自分で脱ぐの？そう言っててできないんだから、無理するな。あんたはただ俺に身を委ねてればいい。いいな。